所所有有のの客体すなわち所有物とされるものを言う人間としての名誉、権利、自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。所有者の全敵支配に服し、労働を強制され、譲渡、売買の対象とされた。奴隷を許容する、社会制度を特に奴隷制という。1948年に国連で採択された、 世界人権宣言では、次のような宣言がある。何人も、奴隷にされ、または区役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。黒人奴隷を一本口で石棺する、白人主人の図あらゆる地域、時代の文献から、後半にその存在が確認され、その様態も様々である。定義は、古代から議論の対象となっており、 アリストテレスは、生命ある道具と擁護し、ソフィストの奴隷性批判に反論した。マルクス主義においては、スターリンの定義が最もよく知られている。しかし福本勝清によれば、多くの奴隷性は生産と必ずしも結びついていないか、生産様式や生産関係を規定づけるほど主要なものではなく、本質的には自己の勢力を増やす手段であったとする。 パターソンによれば、生まれながらに阻害され、全体として名誉を喪失し、永続的かつ暴力的に支配されること。人種差別、性差別、幼児売買などは奴隷に固有のものではないが、多くの場合密接に関係していた。暴力と恐怖による支配が、社会階層に及ぶ場合濃度性や、奴隷労働者の階級が形成された。有史以来、人が人を所有する。 奴隷制度は世界中で普遍的に見られたが、風土、慣習、伝統の違いによる地域差が大きい。戦争の勝者が捕虜や非征服民族を奴隷とすることは古代には世界中で程度の差はあるが普遍的に見られた。古代ギリシアのポリスカン紛争では、破れた側の住民で青年男性は殺害され、女性や子供は奴隷にされた。 ギリシャやローマの社会は奴隷制を基盤にしたものであったが、ギリシャ世界のポリスは、スパルタを除けば、奴隷の集奪を主要な目的とした、社会組織ではなかった。奴隷交易は、デロストが著名であり、ストラボンの地理市では1日に1万人以上を扱うことが、できたと記されている。家庭内労働、鉱山、ガレー船員、軍事物資の輸送、 神へ捧げる生贄など様々な場面において使用された。スパルタは大量の兵路隊を濃度として使役した。共和制ローマでは征服地住民の多くが使役されたが、奴隷によるプランテーションが中小人営農家の没落を招いた。大規模な奴隷反乱はスパルタ、ローマでしばしば見られた。古代中国の院では神への生贄に供するために用いられた。 日本でも弥生時代に幾値と呼ばれる奴隷的身分がすでに存在したとされる。また、日本に限らないが、中華王朝の周辺部族が皇帝に長考するときには、幾値を貢ぎ物として差し出すことも珍しくはなかった。古代のある時期、社会の主な労働力となっている体制を奴隷制と呼び、かつて唯物史観の発展段階論において、 原始共産性以降から発展し封建制へとつながる段階とされ、この解釈では農業、二役、家事などの重労働に従事することが多かったとされた。農業革命が達成された中国においては、北総以降、土地の囲い込みによる農度の古作農家が進んだ。日本列島では大日本帝国滅亡によって、米軍による民主主義化革命の一環として、 自作農家が執行された。西欧諸国では17世紀のペスト化によって、奴隷の価格や、濃度の価値が上昇するにつれ、国民については厳格な階級制度が緩和され、濃度から小作人への身分転換が進んだ。しかし、国外については、商品購買層ではない人々に対し奴隷貿易が続けられた。新大陸においては、 移民の賃金労働者がより安価な労働力となり、労働力不足も発生していたため、奴隷解放をして安価な賃金労働者に再編された。1949年に発行した国際連合の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約や1957年に発行した奴隷制度廃止補足条約など、 それに準じる各国の放棄によって、奴隷制度やトラフィッキングは現在は禁止されている。しかし、工業化の進んでいない発展途上国では、商品経済に飲み込まれながらもその対価が払えない、貧困層が絶えず、生まれ続け、それを供給源とする事実上の奴隷売買が、公然と行われている地域がある。また、先進国、発展途上国の別によらず、 暴力等によって拘束して売買し、生産業に従事させる犯罪が後を絶たず、非合法の奴隷とみなされる。世界には、今でも2700万人が存在すると言われている。2014年、過激派組織アイソルは、コーランの解釈に基づき奴隷制度の復活、運用を国際社会に公表している。2015年、イギリスで、 奴隷状態が約1万人いるとされ、現代奴隷法を制定した。2019年、イギリスで、ポーランド人8人に現代奴隷法などの違反で、禁錮刑が言い渡された。被害者は、約400人で、欧州で過去最大規模の摘発となった。古代エジプトのファラオの奴隷ギュスターブ・ブーランジェの描いた、奴隷史上ギリシア古代ギリシャ世界では、戦いや、 採取の際に捧げる、犠牲、農作業、雑用薬などの労働に非常に盛んに使用され、多くはないが家内工業における職人もいた。ポリス市民の得た感化は、公的生活への参加に向けられ、労働は地獄であることが公然と言明された。ローマギリシャと異なりローマ人は、肉体労働そのものを癒しむ、精神伝統はなかったが、 報酬として、金銭を要求する職業を非戦なものとみなす、習慣があった。そのため高い報酬を受け取るような職種であっても、彼らが担う場合も多かった。境遇は様々であり、口述の通り高待遇のものも存在した。古代ローマは、基本的には、初期から滅亡まで奴隷制社会であるが、時代による変遷が見られる。 共和制時代には小規模自衛農が多数を占めていたが、そうした自衛農も一人か二人程度を持つのが普通であった。この時代は、後世ほどには悲惨な境遇ではなく大切な労働力、貧しい農民にとっての高価な財産として扱われた。共和制ローマが征服戦争を推し進めるに従って獲得機会が増えるとともに、 価格も下がり、大量に刺激するラティフンディウムが拡大した。そうした安価な財産の待遇はひどいものであり、様々な記録の中で悲惨さが描かれている。他、鉱山においても酷使された。ローマは4度にわたって大規模な反乱を経験している。従来の城郭都市均衡の小規模自営農は、経済的に没落する一方で、 パトリキやエクイテスは大土地所有と奴隷労働により富を蓄積した。一方で、無産階級に連絡したローマ市民権を持つローマ人は都市に流入した。ローマでも奴隷の大半は農業や鉱山で刺激されたが、多種の仕事に解放奴隷や稀に奴隷も従事した。彼らは奴隷所有者である主人の判断によっては、労働内容に見合う。 技能教育をされることがあったと考えられている。また、ローマでは、哲学や詩、歴史学などに熟達した高度技能を持つ、ギリシア人奴隷が、家庭教師として、他にも、医術や算術を身につけた奴隷が医術師や、会計役として重宝され、高額で売買された。また、官僚性が発達する以前においては、政治家が個人として所有する奴隷が、 家産官僚の役割を担った。こういった高い教育を受けた知的労働に携わる奴隷は高価な財産として高待偶を受けていた。家庭教師は生徒にちょっとした体罰を加えることもあったし、また、属州総督が所有する奴隷は属州民から見れば支配社会級の末端であった。商業を分別し農業に立ち返ることを主張した大加藤も 能力のある奴隷を見出して、教育を受けさせ、高値で転売することに限っては、離職として認めている。しばしば虐待の対象となり、アウグストゥス時代の富豪ピュブリアス・ベーディアス・ポリオは、怒りに任せ池に投げ込み、魚の餌にしたとの話がある。一方で、老年まで勤め上げた奴隷を奴隷身分から解放する、主人もいた。時代が下がるとともに、 奴隷の境遇も改善され、低世紀の特に2世紀以降になると、虐待の風潮に対して、いくつかの保護法が制定された。コンスタンティヌス帝の319年の直例においては、主人は、主人権を乱用し故意に奴隷を殺した時は主人を殺人罪に当別とした。これらは主に2世紀以降に出されたが、パクスロマーナにより戦争や略奪による奴隷の、 供給量が減少したことが影響している。したがって、上記の待遇緩和に先んじて、所有者が解放する人数に制限が加えられてもいる。これによりラティフンディウムの制度は崩壊し、コロナアーティスに移行していった。幸運に恵まれて、解放奴隷身分になる者もおり、解放奴隷の子供の代になれば、ローマ市民権を獲得する、可能性が得られた。中には、 ペルティナクスのように皇帝になった者もいる。また債権者は、返済不能となった債務者自身を奴隷として売却し、貸付金を回収することが認められており、自由身分を喪失する者もいた。またローマには、捨て子の習慣があり、拾われた捨て子は、奴隷となった。中世西,西北ヨーロッパでは、羊毛、比較、毛皮、密楼程度しか、オリエントや、 東ローマに対して輸出できるものがなかったため、何世紀にもわたり西北ヨーロッパから、東、ローマやアジアへの主要な輸出商品の一つであった。ベネツィア、フィレンツェ、トスカーナ地方の富の蓄積は、奴隷売買によるところが大きかった。また北、アフリカやアンダルス、北、イタリア、初期師団の海賊は、しばしば、南欧の住民や、 地中海沿岸の敵対する勢力の住民を襲って拉致し、売っていた。これは、西ヨーロッパと隣接する東ローマ社会では、宮廷から生産労働まで大量の需要があり、また、イスラム社会においては奴隷を必要とする社会でありながら、自由民を奴隷階級に落とすことが禁じられ、戦争捕虜や売買によって外部から供給を受けるしか、方法がなかったからである。 西ヨーロッパの内部においては、常述の通り古代末期において、ラティフンディウムの崩壊により、奴隷の使用は少なくなる一方、コロナアトゥスの進展により、ノードと呼ばれる、労働、居住の自由を持たない奴隷的な小作人が、数多く存在した。16世紀から19世紀にかけて、アフリカ諸地域から輸出された、黒人奴隷は、主に南北アメリカ大陸で、 プランテーション農業などの経済活動に無償で従事させられた。北米においては最初先住民族のインディアンの奴隷化が試みられたが、彼らは社会の発展段階がまだ種族社会の段階にあり、定住した勤労には不適で、農耕労働は強制力をもってしても強いることはできなかった。奴隷貿易に参加した国は、ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリス、 フランスの5カ国である。奴隷商人はヨーロッパから安物のビー玉、牡蠣、木綿製品を積載してアフリカギニア湾岸にいたり黒人奴隷と交換し奴隷をブラジルや西インド諸島で売り飛ばした。次にその金で土地の砂糖、綿花、タバコ、コーヒーなどの亜熱帯農産物を積みヨーロッパに帰ってくるのである。 奴隷貿易で最盛期を迎えるのは18世紀である。推計では16世紀は90万人、17世紀は300万人、18世紀は700万人、19世紀は約400万人が売買されたと言われている。概算1500万人と言われているが、多数の奴隷船の一時記録の調査により、大西洋横断中の死亡率は13%。 程度であると想定され、近年では最大でも1100万人程度と推定されている。ただし、アフリカにおいて、ヨーロッパの奴隷貿易業者の手に渡るまでの期間の死者、すなわち現地アフリカの勢力が、奴隷狩り遠征その他の手段によってかき集めてから、ヨーロッパの業者に売られるまでの期間にどれだけの死者が出ていたかは調べられていない。アメリカ大陸において、 民主主義の進展により、市民が自由を得て、かつ君主もいなくなる一方で、人種差別と相まって、奴隷の境遇が悲惨なものとなり、北、アメリカでは、奴隷は子孫に至るまで奴隷身分として固定されてしまい、自由民と奴隷の格差が非常に顕著になったのである。南アメリカにおいては、根血時に対する扱いは北、アメリカより寛大で、 父親が認知すれば相続権も与えられた。なぜ近代社会に入って奴隷制が容認されたのかという理由は、福音や旧約聖書に奴隷制度を容認するとほぐせる記述があることが根拠とされ、これを文字通り近代社会に当てはめうるとの解釈を強引に言ったからである。これに対しほとんどの教会や牧師もこのこじつけの論理を黙認した。 アメリカ合衆国では南北戦争の時代にリンカーン大統領によって奴隷制度が廃止されたが大半の黒人は1971年まで選挙権はあるが投票権がない状態だったなど政治的な権利の制限は長く続いた19世紀における奴隷解放運動の活動家にはフレデリック・ダグラスなどがいたなお中世近世のように 西ヨーロッパから東欧や西アジアへ奴隷が輸出されるような状況は17世紀の人口減少による奴隷価格の高騰や西欧社会が再び奴隷を使用する社会となるにつれ減少していくが北アフリカの海賊がヨーロッパ人を拉致して奴隷として売る状況は1830年のフランスによるアルジェリア征服まで続いた逆にキリスト教徒海賊が ギリシャやイスラム世界から拉致した奴隷を購入する事例もあった。基本的に一般民との際は、労働に関する制約がほとんどで濃度に近いと言える。もちろん先民であり、別紙の対象ではあったものの、欧州圏とは異なり、奴隷の殺害を罪に問う社会が多かった。また、身分の固定も強固なものではなく、奴隷身分からの脱出も欧州世界ほど困難ではなかった。 インドのカースト制を代表とする身分制度のうち、シュードラやダーサを奴隷と訳すこともあるが、所有、売買の対象という意味では定義から外れる。他のカーストの下に置かれたことから奴隷の名を当てる者も,もいる。時代による変遷があるため、ギリシャ人やローマ人が記録を残した時代のものは、家内奴隷で待遇もそれほど劣悪ではなく、 ギリシャ人やローマ人の目に奴隷と映らなかったようである。古代中国の章は、戦争奴隷を労働力、軍事力の基盤として、また奏隷や祭祀における犠牲として、盛んに利用していた。章までは、奴隷制社会であったことは、定説となっているが、いつまでであったかは、諸説あり、奴隷制から封建制に変革されたとされる、州の液性革命、内祀は、 小ほどではないにせよ実質的には奴隷が生産力となっていた春秋時代までと考えられる範疇として議論されている。いずれにせよ中原とは文化の異なる民族との戦争で捕虜とした奴隷が老役につかされたと考えられている。五巻末紀新南北朝以来の貴族成果では律令により先民に区分された雑古観古や土肥などの濃度と奴隷が 政府や勢い家のもとに多く存在していた。総王朝以降は、官土比が禁止されたが、私奴隷は、清王朝の時代まで、少数ながら存在した。基本的には罪を犯した者が、奴隷身分へ落とされ、欧州でいうところの濃度や官営工場の職人として強制的に有償労働へつかされた。前漢の衛生は、奴隷の身分から大将軍まで上り詰めた。 朝鮮では、日のエネの乱で、新朝軍が、李氏朝鮮を制圧した戦いの際に、新朝軍は50万の朝鮮人を捕虜として、強制連行し、当時の政教の奴隷市場で売られた。タイの歴史上では、タートと呼ばれる自由を拘束された身分があった。そのほとんどが、密接はタートとと呼ばれる、少額の負債を負った者が債権者に労働などで、 負債を返済する形式のものであり、多くは、いわゆる奴隷的な身分ではなかった。しかし、一部には切れ足タートと呼ばれる多額の負債を追って、奴隷身分となったものや、捕虜タートと言われる奴隷があり、これらは自由身分への復帰が非常に困難とされた。ポルトガルの奴隷貿易によって買われた、日本人奴隷も、捕虜タートと同列に取り扱われた。 着リー王朝に入ってからラーマ一世によって、この切れ足タートや捕虜タートにも自由身分へ回復することが制度的に可能になった。後に、ラーマ五世の着リー改革によって、タートの制度は廃止された。強度やスキタイ、従前、突血、ウイグル、領、モンゴルなどの遊牧民が主体を構成する社会では、戦争捕虜、犯罪者、征服した部族の奴隷的刺激、 南の農耕地域から拉致した奴隷が多数いたことが確認されるなど、類似した奴隷制社会の形態が見られる。その他の遊牧民による国家も同様と考えられるが、資料に乏しく実態はよくわかっていない。日本において、奴隷とは明治以降にスレーブの訳語として当てられるようになった単語であり、それ以前は土肥と称した。縄文、弥生時代一節には、 すでに縄文時代に存在していたとされるが、歴史文書に初めて登場するのは、弥生時代であり、五感書の東遺伝に、和国王、水晶が、幾地160人を安定へ献上したという趣旨の記録がある。また、いわゆる、義師和人伝にも、山大国の女王、卑弥呼が女を1000人はべらせ、西暦239年以降、義王へと幾知を、 幾度か献上した旨の記述がある。古墳時代古墳時代に入ると、山和王権によって、武民制が敷かれ、小城部、明大部、柿部などの私遊民もしくは官遊民が設けられた。武民制は、アスカ時代の大化の改新によって、中国の東帝国を模した、律令制が導入されるまで続いた。アスカ、ら平安時代日本の律令制度では、 人口のおよそ5%弱が五式の地図とされ、いずれも勧誘、または私有の財産とされた。そのうち、高度比と死度費は売買の対象とされた。この二つの度比身分は、平安時代前期から中期にかけての高知公民の、律領制度の解体と、省エの拡大の中で、自社料においては減っていったが、効果や、 区下の荘園では依然として存在し続けた。五色の線は、百姓の中かなりの割合を占め、領民との結婚などに制限があったが、領民の三分の一の区分連が反給されており、これらは中世以降の小作人や欧州の濃度に近い存在であった。大和王権に標準した、江夷である不州には、戦争捕虜も含まれており、そのまま兵士として動員された。 またエゾも大和王権との戦争により、戦争捕虜を得ていたが、エゾの捕虜となった和人の子孫なども混在していたと、される。五色の線には、土肥が規定され、朝廷が所有し76歳を超えると領民として、解放される。高土肥民間所有の者のを死土偽と言い,い、子孫に相続させることが可能であった。日本の律令制下における土肥の割合は、 全人口の10から20%前後だったとされ、五色の地図の中では、最も多かった。アスカ時代、日野と羊の乱で、物ノべ氏が滅ぼされた時、物ノべベ森屋の子孫十類273人が四天皇寺の土日にされたとの記述が四天皇寺、御周二演技、捨て歴、漁期、大使物、根弱物語、不相略記、原稿釈書等にあり、通説となっている。 かけるせつもりや子孫十類273人。ためてらええどひ。四天王寺五周二演技、俗軍書類従官第八百二日本書記によると、奴との記述のみのため、後世の客職だとする、神の聖一の遺説もあるが、日本書記に客職が入る、可能性は想定されていない。聖徳大使伝歴では、奴ではなく、子孫資材としている。通説では、 日のと羊の乱で、物のべの子孫が絶えず、土肥に冷落して生き続けたからこそびかされた伝説で、なく、土肥として、記録に残ったという。平安時代後期に、日本が中世へと移行すると、社会秩序の崩壊に従って、人身売買が増加し、略人、行員、人行員や、小鳥居と称する略種も横行した。また、貨幣経済の発展に伴って、 人身を担保とする融資も行われた。こうして、様々な事情で自由を失った人々が下人となり、主人に所有され、売買の対象になった。有名な、アンジュとズシオの物語は、この時代を舞台としている。このように、中世には、人身売買が産業として定着し、略取した人間を売る行為は、人売り、仲買人は、人商人や、売買な行動と呼ばれた。 また、土肥が、主人から逃亡することは、財産権の侵害とみなされ、これも、人行員と称された。下人が夫婦を形成思考をなす場合、その子も、主人の下人となり、身分が摂取される、不大下人などが構成された。鎌倉、室町、戦国、安土桃山時代樹立期9歳の時代である、中世日本では、人身売買はミニ州にとって、 餓死を免れるセーフティーネットとしての面も持つ行為であった。身売りすることで近い将来に餓死することだけは避けたからである。鎌倉時代に管理の基金と呼ばれる基金が発生した際に多くの人々が自身や妻子を身売りして社会問題となった。そのため、鎌倉幕府は1239年になって人身売買の禁止を命じるとともに、 例外として、基金の際の人身売買とそれに伴う土費の発生は黙認する態度を示した。なお、災禍が治った後、親が買い戻すことも見られたが、その際には、身売り土器よりも相当の高額を要求されることが容認されていた。上映元年8月10日に制定された、ご成敗式目では、土費とその子供の所有権に関する定めがある。 一、土偽草人事右に右大進むや五字の例無その沙汰すぎ十加念者、フロンリー皮膚級改め沙汰、自土偽書生男女児、女法医者家ども、有司祭、人道五字の例男者付け父、女者付け母なり、五聖媒式目大英版、奈良女子大坂本龍門文庫前本電子画像集より、五聖媒式目にも、同様の記述がある。 土肥増人については10年以上放置すれば無効になることが定められている。その後、元帝国と高麗の連合軍が、壱岐、津島と九州北部に進行し、文営の役では、捕らえられた、日本人の婦女子およそ200人が、高麗王に土肥として献上された。国内においては、鎌倉幕府や朝廷は、人身売買や、婚員行為に対して、 顔面に焼き芋を巣ごう文献を課したこともあった。しかし、14世紀以降、公院は東藩に順ずる扱いとされ、土費の所有は黙認された。南北朝時代として知られる内戦期になると、中央の統制が弱まって群閥化した前期和行が、朝鮮や中国で人狩りを行った。早々に社会では、境界紛争の解決にしばしば下手人として、土費を利用した。 前期和光は、朝鮮半島、山東、両島半島での人狩りで捕らえた人々を、手元に置いて、土肥として刺激するか、意岐、津島、北部九州で奴隷として売却したが、琉球にまで転売された事例もあった。後期和光は、さらに大規模な奴隷貿易を行い、中国島南部の江南、関港、福建などを襲撃し住人を拉致、捕らえられた者は、津島、 松浦、博多、薩摩、大隅などの九州地方で奴隷として売却された。1571年のスペイン人の調査報告によると、日本人の海賊、密貿易商人が支配する植民地は、マニラ、カガヤンバレー地方、コルディリエラ、リンガエン、バターン、カタンドゥアネスにもあった。ランボードリア文録、慶長の役により奴隷貿易はさらに拡大。 東南アジアに拠点を拡張し密貿易も行う、後期和光により、アジア各地で売却された奴隷の一部は、ポルトガル商人によって、マカオ等で転売され、そこからインドに送られたものもいたという。いわゆる戦国時代には、戦闘に伴って、人取りと呼ばれる略取が、盛んに行われており、日本人奴隷は、和光やポルトガル商人を通して、東南アジアなどにも輸出された。 1514年にポルトガル人がマラッカから中国と貿易を行って以来ポルトガル人が初めて日本に上陸した翌年にはマラッカ、中国、日本の間で貿易が始まった。中国は和光の襲撃により日本に対して金融措置を取っていたため日本では中国製品が不足していた。当初日本との貿易は すべてのポルトガル商人に開かれていたが、1550年にポルトガル国王が日本との貿易の権利を独占した。以降、年に一度、一石に日本との貿易事業の権利が与えられ、日本への航海のキャプテンマジョールの称号、事業を行うための資金が不足した場合の、職権売却の権利が与えられた。船はゴアを出港し、マラッカ、中国に寄港した後、 日本に向けて出発した。南蛮貿易で最も価値のある商品は中国の絹と日本の銀であり、その銀は中国でさらに絹と交換された。1537年のスブリミスレウスにおいて、強硬パウルス三世はアメリカ先住民の奴隷化を無効だと宣言していたが、1541年のポルトガル戦来航以降にも奴隷貿易が行われてきた。 日本マカオ間の定期航路の開通に伴い行われた奴隷貿易に対して1560年代以降イエズス会の宣教師たちはポルトガル商人による奴隷貿易が日本におけるキリスト教宣教の妨げになり宣教師への誤解を招くものと考えたポルトガル国王に日本での奴隷貿易禁止の法令の発布をたびたび求めており ポルトガル王セバスティアン一世は1571年に禁止を命令した。ポルトガル王による1571年の人身売買禁止までの南蛮貿易の実態だが、1570年までに薩摩に来航したポルトガル船は合計18隻和光のジャンク船を含めればそれ以上の数となる。実際に取引された奴隷数については議論の余地があるが、 半ポルトガルのプロパガンダの一環として、奴隷数を誇張する傾向があるとされている。記録に残る、中国人や日本人奴隷は少数で貴重であった、ことや、年間一席しか来航しない、ポルトガル船の積み荷の積載量、奴隷と積み荷を離すための隔離区間、移送中の奴隷に食料、水を与える等の輸送上の配慮から、ポルトガル人の奴隷貿易で売られた。 日本人の奴隷は数百人程度と考えられている。関白の豊臣秀吉は天正15年バテレン追放令でこれを禁じたとされるが実際に発布された追放令には人身売買を禁止する文が前日の覚書から削除されており追放令発布の理由についても諸説ある。天正18年4月豊臣秀吉は 上杉影勝らの人身売買を禁止。同年8月、宇都宮国綱に人身売買の禁止と百姓などを土地に縛り付け、多量に出ているものを返すことを命じ、労働供給の安定を図っており、人身売買や百姓の調査、欠落の禁止による人口流出の防止が、豊臣秀吉の経済財政政策における基本方針だったとする説がある。 バテレンツ放令後の天正19年、教皇グレゴリウス14世は、カトリック信者に対して、フィリピンに在住する全奴隷を解放後、賠償金を払うよう命じ、違反者は破門すると宣言、在フィリピンの奴隷に影響を与えた。デサンデ天正権王施設記では、同国民を売ろうとする日本の文化、宗教の道徳的大敗に対して批判が行われている。 日本人には、欲心と金銭の執着が甚だしく、そのため互いに身を売るようなことをして、日本の名に、極めて醜い汚れを被せているのを、ポルトガル人やヨーロッパ人は皆、不思議に思っているのである。デサンデ1590天承権を施設期、新異国総書後、伊豆井久之助た協約お祭堂、書店、1969。 p 二百三十二から二235、デサンデ天章剣王施設機は、ポルトガル国王による奴隷売買禁止の直令後も、人目を忍んで奴隷の強引な売り込みが、日本人の奴隷商人から行われたとしている。また、会のパドレ方についてだが、あの方々がこういう売買に対して本心からどれほど反対していられるかをあなた方にも知っていただくためには、この方々が、 百歩苦心して、ポルトガルから直上をいただかれる運びになったが、それによれば、日本にトライする商人が、日本人を奴隷として買うことを厳罰をもって、禁じてあることを知ってもらいたい。しかしこのお触ればかり厳重だからとて何になろう。日本人は至って強欲であって、兄弟、縁者、法遊。 あるいはまたその他の者たちをも、暴力や危険を用いてど沸かし、こっそりと人目を忍んで、ポルトガル人の船へ連れ込み、ポルトガル人を愛願なり、値段の安いことで奴隷の買い入れに誘うのだ。ポルトガル人はこれを、もっけの幸いな口実として、法律を破る罪を知りながら、自分たちには一種の暴力が、日本人の必要な単眼によって加えられたのだと、主張して、 自分の犯した罪を隠すのである。だが、ポルトガル人は、日本人を悪くは扱っていない。というのは、これらの売られた者たちは、キリスト教の教義を教えられるばかりか、ポルトガルではさながら自由人のような待遇を受けて、年頃至国に扱われ、そして数年もすれば、自由の身となって解放されるからである。 デサンデ1590天承権王施設期、新異国総書後、伊豆井久之助太協約お末堂、書店19、1969P232 から235デサンデ天承権王施設期は、日本に帰国前の知事はミゲルと日本にいたいとこの対話録として著述されており、物理的に接触が不可能な両者の対話を歴史的な史実と見ることはできず、 フィクションとして捉えられてきた。剣王施設機は虚構だとしても、豊臣政権とポルトガルの二国間の認識の落差が伺える。安家という名の宣教師の護衛をしていたアフリカ系の奴隷が、戦国大名の織田信長に宣教師と共に、越見して、気に入られ、武士の身分を与えられ、家来として仕えたとの記録が残っている。宣教師の護衛として、 武術の訓練を受けていたと見られるため自由人や解放奴隷であったとの見解もあり、安家が奴隷だったかについては、諸説ある。安家を捕らえた、明智光秀は、国土は、動物で何も知らず、また、日本人でもないゆえ、これを殺さず、岡田正と、小田信長総合辞典、小山角出版、1999年として、教会に送り届けるよう指示した。 天正14年、フロイス日本史は、島津市の文語信仰の乱暴踊りで拉致された領民の一部が、日後に売られていた惨状を記録している。上井各県日記天正14年7月12日上によると、露シすがら、傷を負った人に会った。その他乱暴人などが女、子供を数十人匹連れ帰ってくるので、どうも混雑していた。と同様の記録を残している。 天正16年8月、秀吉は、人身売買の無効を宣言する、主因状で、文語の百姓やその他上下の身分に限らず、男女、子供が近年売買され、日後にいるという。申し付けて、早く、文語に連れ戻すこと。とりわけ去年から買い取られた人は、改存であることを申し伝えなさい。拒否することは、問題であることを申し触れること。下川文書。 天正16年8月と、天正16年うる5月15日に、日後に配置されたばかりの加藤清正と、小西行長に奴隷を買った者に保証をせず、改造とするよう通知している。同天正16年同様の命令があったことが、島付文書の記録として残っている。文録、慶長の役では、薄木城主の大田和義に仕え従軍した。 以上、喜び念が、朝鮮日日期に、日本よりもよろずの商人も来たりした中に人、飽きないせる者来たり、奥地により後に突き歩き、男女、老若飼い取りて、縄にて首をくくり集め、先へ置いたて、歩みそうらわねば、後より杖にて置いたて、うち柱かすありさまは、さながらあぼうら説の罪人を責めけるも、かやと思いはべる。 各のごとくに買い集め、例えば猿をくくりてりくごとくに、牛馬を引かせて荷物持たせなどして、攻める体は、見る目いたわしくてありつることなり、朝鮮日日記と記録を残している。渡辺大門によると、最初、乱取りを禁止していた、秀吉も、方向転換にし、捕らえた、朝鮮人を信条するように命令を発していると、主張している。田野日記によると、 乱暴取りで拉致された、朝鮮人の女性、子供は略奪品と一緒に、津島、息を経て、名古屋に送られた。薩摩の武将、大島忠師隊の隠衛門という部下は、朝鮮人奴隷を国元に、お土産として送ったと書状に書いている。江戸、明治時代玄奈2年江戸幕府は、考察で人身売買を禁止、玄奈4年に禁制を繰り返し、 元那五年十二箇条の人身売買禁止令を発布、官営四年正月にも人身売買禁止令を出すなど、人身売買の禁令は、豊臣秀吉以降も繰り返し行われた。江戸時代に後院は、死罪とされ、新規の奴隷身分も廃止されたが、年貢を上納するための娘の身売りは、前借金を伴う、年期奉行の形で認められた。一回は、 こうした遊女の売買を行う税源を指すごとして、この時代に一般化したものである。なお、刑罰として、奴隷的身分に所するものとして、江戸幕府下においては、否認手下や,や、奴つ刑が残り、各藩においても、同様の刑罰が残った。江戸時代の平均的な民は、幕藩領主によって、土地金罰されているところから、 抗議における濃度と規定する定説が認められている。本百姓と世襲的な尺や、おざく関係にある、不代下人等も存在し、家父長的奴隷制として規定することがある。地方によっては、家抱え、角屋、庭庫内百姓、名護と呼ばれ、強い冷属性を特徴とし、村内での地位は、水飲み百姓以下だったとされる。冒険家族、 下人も含めナヌシ家族そのものを、抗議の濃度の一存在形態とする見解もある。明治5年に、横浜港で発生したマリアルス号事件では、国際紛争を引き起こす懸念が政府内にあったが、外務卿の添島種臣は、人道主義と日本の主権独立を主張し、助けを求めた、新国人のクーリーラを奴隷と認定し解放している。これを契機に、 時の司法教の江藤新兵によって、現象議会法令が大乗官布告として発せられ、このような人身売買は法的には禁じられた。また、それより、以前の1870年には、外国人への児童の売却を禁ずる大乗官弁官布告が出された。現象議会法令が有名無実なものとなると、人身売買に対する法的規制が後退し、 他人を売るより子孫を売る方が罪が軽く和売りが行われていた。明治から昭和にかけての人身売買について、牧秀正は農村の慢性的貧困、不健の強さが人身売買を発生させる温床となる構造上の理由を説明している。戦後戦後は日本国憲法を発布され、日本国憲法第18条にて国民に対し奴隷制度を禁じたが、 外国人技能実習制度が事実上の奴隷制度で、あると、国際的に非難が上がっている朝鮮では、男の奴隷を奴女の奴隷を女と呼び、合わせて、土肥と言った。朝鮮における土肥の歴史は、中国の征服者、騎士が起こした、騎士朝鮮の時代より始まるとされる。騎士は朝鮮を治めるにあたり、半金八条という厳格な刑法を制定した。 その際に刑罰として敷かれた制度が土肥制であった。人間は自らの労働によって生計を営まねばならない。仮に誰かが詐欺や暴力で他人の財産を横取りしたなら、論理的にも道徳的にもそのものは被害者の所有物となるべきとの論理に基づいて、窃盗犯はすべて被害者の土肥になるという刑罰が作られた。莫大な保釈金を払って、 土偽の身分から脱することはできても、市民としての信用は回復されることがなかった。貫通も土偽法によって罰せられた。この場合、罪人は国の土偽となり、王別れを思いのまま高級管理に可視し,したりした。この制度は、紀元前193年までほぼ1000年以上、続いたが、当時の岸朝鮮の最後の王、三日都市が、 エンジンの A マンによって追放され、廃止された。朝鮮半島の南方に追われてバカンという王国を建てたミヒト氏は、そこで土肥制をそのまま踏襲した。その後数百年間、この制度は存続と廃止を繰り返したが、918年、朝鮮半島が高麗王朝によって統一された後、再び一般化することになった。の数は、急速に膨れ上がったが、 彼らへの待遇は劣悪で残忍とさえみなせるものだった。1198年、マンツモルラが孔子土肥を集めて放棄を格索したものの事前に発覚し、結果として300人を越す土ヒらが首に石を結びつけたまま冷静高校外を流れる川に放り込まれて処刑された。李氏朝鮮の1592年、豊臣秀吉の軍が朝鮮半島に攻め込んだ。 この折、ドヒラが混乱に乗じて、戸籍の消滅を図って、京福宮に放火したため、王宮は、関与陥落以前に消失している。七年にもわたる戦乱で、多くの男子が犠牲になったため、朝廷では、ドヒのうち男性をその身分から解放した。八百九十四年の交互改革で法的には、撤廃されたが、1九百五年の段階でも多数の、女が、 土肥の身分にとらわれていた。彼女らは、ほとんどの場合、罪を犯した親戚の男の身代わりとして、自主的に土肥となったか、あるいはその身分を相続した者たちであった。朝鮮人に、白鳥と呼ばれるもう一つの先民階級があり、土肥とは、区別されていた。彼らは、倫理的保護の対象外として社会から厳しく差別、侮蔑される対象であり、加害の民であった。 朝鮮で実質的に制度が廃止されたのは日韓併合後であり、1910年に朝鮮総督府が奴隷の身分を明記していた旧戸籍を廃止し、すべての国民に姓を定めた新戸籍制度を導入した。蜂やアリなどの社会性昆虫にも人間の奴隷性と似た社会的行動を取るものがある。侍アリは強力な軍隊を持つが労働力はなく、 自分では、情ありや、幼虫の世話も、巣作りや餌集めもできない。そこで黒山ありの巣を襲撃し、さなぎや働きアリを強奪して、自分の巣に運び、巣を支える奴隷として、死ぬまで労働させる。書籍論文。ありがとうございます。